この絵、この絵はすごくねえか。今後ろ側に太陽が沈みかけてて、で前の雲だろうね、それに反射してなんかね赤くなってる。赤富士っつーのはきっとこういう色なんじゃねえかな。いやすげえなこれ。レッドサーモンの紅を雲で薄めたような、なんかそんな色だね。キングサーモンの中にあるうっすらとした赤にも似て、なんかすごいわ。ちょっとキュッキュッキュッキュうるさいのは発泡スチロールがね、なんか擦れてんだよ。ちょっと直そうかなと思ってたらこんな景色があってさ、すげえだろこれマジで。太陽の反対側だぜ。いやこれはちょっと動画を回さずにはいられなかったね。でやっぱめんどくせえなよ結構。動画、まあ動画は別に喋るだけでいいからいいんだけど、写真はねいちいち降りてパシャッと撮ったり記念撮影みたいなのめんどくさいんだよね俺。写真が嫌いだからさ、興味もあんまりねえし、正直動画で十分。人のためにやってないんで、自分のためにやる場合は動画があれば本当に十分。その時の声の様子とか、まあ自分撮りすれば表情とか、あとは体の使い方とか目線とかいろいろ分かるからね。結構動画って面白いね。おお、なんか紫になってきた。おお、これすげえだろ。これはすげえ。なんか魔界みたいな色してる。やべえ、魔界の毒沼の色してるよ。やべえべこれ絶対キラーマシンいるって。俺アラスカクエストって冗談半分に言ってるように聞こえるかもしれないけど、大マジなんで、そこにちょっとした息抜きというか軽い、まあ笑いではないんだけど、まあ理解みたいなのをね深めるためにアラスカクエストっていう言葉を使ってるんで、冗談じゃないのよ本当。ドラゴンクエストはねマジマジ本当。今回俺は殺した魚は確かに何匹かいるけど、基本的に俺は魚をやっつけに行っただけなんで、倒したり殺してませんので、あんまりそういうところも含めてね、アラスカクエストっていうのはマジで言ってますんで。うわすっげーこれ映ってっかな。赤富士みてえになってるよ。あ、なんかわけわかんないこと言ってるけど、うわすげえ。
かな。これ半端ねえぞ。ちょっと動画がブレちゃうんでズーム映像はやんねえけど、赤富士だよ赤富士。魔界だと思ったら赤富士でした。うーわすーげえ、マジで。まあ富士山ではないけど何山なんだろうね。道路もうっすらと赤いの分かるかな。近づいても開けな。今日はソルドットナから今の時点で532キロ走ってるわ。ちょっとねアンカレッジでくるくるちょっと回ったけど、まあね別にそれは。ほらコンボイかっけえだろ。いやちょっとこの動画はマジでちょっと半端ねえぜ。やっぱコンボイは赤だよね、青とかダメだよね。うわちょっとマジで。あーでもだんだん薄くなってきたね、さすがに。この山の名前なんつんだべ。ほらほら映ってんなきっと動画に。すげえだろこれ。山は赤くなんだわ。赤富士は本当だわ。すげえ。あんまりグダグダ言ってもしゃあないでちょっと黙ろうか。俺映ってるよな。レッドサーモンの赤だね、キングじゃない。ちょっとねあの三脚をずらす音がするんですが、多分これは正面からの映像はきっと無理でしょう。道の先がどうなってるか分かんないけど、これでなんか曲がった時にドーン真っ赤っかーとかあったらもう感動するよね。泣かないけど
山が赤いのはもちろん初めて。あらまあ無粋な建物が感動もクソもねえなこれじゃん。いやーでもすげえもん見してもらったわ。ほんとアラスカは優しいぜ。まだねアラスカ、まだまだアラスカ、アラスカは優しいよ本当に。確かにいろいろね、怖がらせるというかね、彼ら、アラスカの大きさにびっくりすること、恐れおののくことはまああるけどね。でも根底にあるものはアラスカは優しいよ本当に。さて、動画ももう一回見れるかな。まああんまりねだってもしゃあないんで、動画はこの辺で。今夜の9時35分といった具合で赤富士終了。山なんつんだろうね、まあ名前はいいでしょ、そんな感じです。